こんにちは、リーコレクションのニッチと申します。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は自分に似合う服の見つけ方というテーマで動画をお届けしたいと思います。自分には何が似合うのかわからない、何を買ったらいいかわからないと悩んでいる方は必見ですよ。皆さんの周りには何を着てもおしゃれ、かっこいい、様になるっていう人はいませんか？なんかね、自分のスタイルを持っている人というか、とにかく何を着ても似合う人っていますよね。こういうおしゃれな人の共通点として挙げられるのが、綺麗めとカジュアルをミックスしている、色を使いすぎない、シルエットが整っている、この3つが大きく挙げられるかなと思います。この3つは D コレクションのおしゃれの教科書の中でもお伝えしている内容ですね。そしてもう一つ、おしゃれな人の共通点として重要なのが、自分に似合う服を知っているということなんです。例えばこちらの画像をご覧ください。カジュアルなコーディネートときれいめなコーディネート、両極端なコーディネートが2つあると思います。例えば俳優の千葉雄大さんってどちらのコーディネートが似合うと思いますか？おそらく大半の方が左のカジュアルなコーディネートの方が似合うと思ったんじゃないかなと思います。そして同じように、例えば EXILE の ATSUSHI さんだったらどちらのコーディネートが似合うと思いますか？おそらく大半の方が右のきれいめなコーディネートの方が似合いそうって思ったんじゃないかなと思います。皆さんそれぞれ選ぶときにその人の顔を思い浮かべましたよね。こんな風に似合う服装っていうのはお顔の雰囲気で変わってくるんです。お顔の雰囲気と服装の雰囲気を合わせることで違和感のないコーディネートを作ることができるようになって、違和感がないからコーディネートがよりおしゃれに見えるようになって、皆さんの魅力も活かすことができるんです。何を着てもおしゃれな人っていうのは自分の顔の雰囲気と服装の雰囲気が合っている人なんです。ただほとんどの人がこれを感覚的に合わせてるんですね。感覚的だと難しいんですけど、この感覚的を論理的、実証的に分かるようになれば、全ての人が自分に似合う服装が分かるようになりますよね。論理的、実証的に自分に似合う服装が分かるようになるのが顔タイプ診断なんです。男性の顔タイプは大きく4つに分けることができるんですけども、自分の顔タイプを知ることで自分に似合う服のテイスト、色のテイスト、小物、柄、素材、髪型、こういったことまで分かるようになるんです。こちらのコーディネートはですね、どちらもおしゃれの教科書の理論でコーディネートを作っています。どちらのコーディネートもね、似合ってはいるんですけども、大人っぽいワイルドなお顔立ちのモデルなので、右のモノトーンで色味を抑えた着こなしの方がお顔の雰囲気とマッチして、よりおしゃれな雰囲気に見せることができるんですよ。ご自分の顔タイプを知るだけで、頭からつま先まで全身自分に似合うアイテムでまとめることができるようになります。これって自分には何が似合うかわからないとか、何を買ったらいいかわからないと悩んでる方は、特に自分の顔タイプを知っておいた方がいいんです。自分に似合う服が何なのかが分かっているから、いざ服を買おうと思った時も迷わずに済みますよね。迷わずに買えるから無駄なお買い物をしなくても済むので、結果的にお財布にも優しいですよね。 D コレクションの公式アプリではこの顔タイプを無料で診断できるようになっています。簡単な質問にいくつか答えるだけであなたの顔タイプが分かります。そしてその顔タイプに似合うコーディネートとかアイテムも探しやすくなっていますので、おしゃれに悩んでいる方、ファッションが苦手な方はぜひ一度お気軽にお試しください。それでは本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が少しでも参考になったよという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上 D コレ TV でした。バイバイ。